して、デュ・トラン、旧正フランス鉄道博物館は、フランスのミュールーズに所在する鉄道博物館である。1万5000平方メートルの敷地に100両以上の鉄道車両を有している。フランスに鉄道博物館を作ろうという構想は1900年のパリ万国博覧会の後から存在したが、実現したのは第二次世界大戦後である。 1961年、ミュルーズ氏がフランス国鉄に対し歴史的な鉄道車両を展示するための敷地を提供した。1971年、最初の機関車がミュルーズ北機関庫に暫定的に置かれ、1976年6月に現在地に移転し、フランス鉄道博物館として正式開業した。1983年に展示スペースが拡張され、 敷地面積1万3000平方メートル、線路長1350メートルとなった。その後入館者が減少したため、すでに1999年から同市内のミュルーズ国立自動車博物館を運営していたカルチャースプイセス社に運営を委託することとなり、860万ユーロを支出して、博物館の改装がなされた。そして2005年3月11日、して、 デュートランと解明して再開館した。改装時に新設された鉄道黄門時代という名称の展示では、1860年から1940年までの歴史上の出来事について、以下の6つのテーマに沿って6000平方メートルの新しい展示館で紹介している。また、更新された古い展示館では、鉄道の技術、設備に重点を置いた展示になっており、 蒸気機関車、ディーゼル機関車、電気機関車とそれらの発達を説明している。機関車の内部に入ることも可能である。これらの二つの展示館の間には、屋外のレストランとテーマ展示がある。2006年時点の所蔵車両は、計221両で、内訳は以下の通り。このほか、鉄道車両の部品やレール、枕木、 保線工具など鉄道に関する物品を所蔵、展示している。SNC 海ミュルーズ駅前のトラム中央駅から、LRT 第3系統に乗り、博物館駅で下車し徒歩。ミュルーズ駅からタクシーでもアクセスできる。ありがとうございます。